典おまけ映像イエーイ。平安文役の黒木まりなです。タキシド仮面役の浦井健二です。あ、この時ってウサギは初の戦士姿じゃなかった？そうそう、この時は緊張しまくりで結構困っちゃったんだよね。困っちゃったんだ。そうそういえば僕たち二人はおまけ映像初登場なんだけど、始まってみてどう？少し緊張してるかな。ももちゃんは？僕はウサギと違って全然緊張してないんだよね。のちょっとももちゃん緊張しまくりじゃない。はい、すいません。あ、そうだ、言いたいことがあるんだけど。なになに？今回ちょっと後悔があって、千秋楽にあ、シュークリームだ、あ、バナナだって言えなかったんだよね。言えなかったんだ。じゃあ言えなかったために入れてもらえなかったコーナーからいきましょうか。はい、まずは恒例アドリブコーナーです。はじめに長すぎるって評判だったラーメン屋のモロさんやってくれました。おー、やってくれましたか。まずいって夏中言われたよ。そんなまずいラーメン作れるかっつんだお前。自分で舐めてる。まずいな。こんなスープ。え、なに。あ、出た出た。出ました。本当に楽しい歌だったよね。うん、回ってる回ってる。でもみんな思いっきり踊ってたよこの時。楽しかったね。本当。でも息切れ切れだったでしょ。最後の方もやばい。ここら辺とかね、ハーハー言いながら。超メガ。超いい顔。超いい顔。ありがとう。イエーイ。出た。出ました。富永さん。出た。アイマイミー。ハリー。イエーイ。おお。痛そう。やれ、当たってんの。痛いんだから。いや、っていうか富永さんの場合は、アドリブっていうのかな、これ。アドリブっていうっしょ。いいのかな。一度も同じ動きした方が見たことないんだけど。チクタクリクタク、ドキドキラーマンは光を浴びるとチクタクドキドキヒュルヒュルラガーマンへと変身する。お、え、こんな風になってたの？いやいや。知らなかった。さっきのようにはいかないよ。お、来た。来ました、カラデラス。アドさん行っちゃってます。行っちゃってますね。もう見えてるの。なんだ。ミディアムのお姉ちゃんが言うなら、そうなの。たくまさんも行っちゃいました。行っちゃいました。ミディアムの公演、ラジカルの公演、少女のペッ、かっこいいですね。わら、かしかしのあら、あやかしょー。え、こんなことやってたの。え、わかんなかった。後ろにいるんだもんね。ずっと後ろでスタンバイして。やりたい放題だよね、これ。もういいな。待ちなさい。サフィール様がお作りになった完全体のあなたたちを傷つけるわけにはいかないの。じゃあ私ならいいわけ。そんな本当のこと言ってないでしょ。ちょっとそれ、うるさいの。喋りたいの。喋れば。うわー、ここね、ほんとね、びっくりしちゃったんだよね。俺も笑ってたわけ。足と手がバテンバテンクロスするの。さあやって。ピュー、シュワッチ。シュワッチ。うさぎちゃん、泣いてます。ドルじゃー。違うけど、それじゃあブランコでしょ。だから風を切るのよ、風を。違うの、星に向かうのよ、星に。もう一度やってみなさい。ラッソルじゃー。ドルじゃー、ジェットコースターでしょ。やっちゃいます。どこだ。これ大変だったんだよ。ラグマスター、すごいよこれ。これは本当すごかった。え、最後の本当はウサギを作ろうとしたんだけど、途中止められちゃったんだよね。旅の思いでも詰め込んだって感じだよね。出た。あー、焦げちゃった。私何回焦げたんだ。ご苦労様でした。はい、ご苦労様です。ロッドヒルヒル。ここね、後ろ見て笑っちゃったんだよね、これ。
もう何も言うことないです。ねえ、はい、すいません。課題曲が違うんですけど。これ以上無理よ。ひよりひよりひよ。もういいです。終わらせないで。すごいね。すごい。あ、まだ出てきた。モロさん、はしゃぎすぎ、はしゃぎすぎ。お、ヴィーナスですね。二段蹴り？二段蹴り。蹴りだよね、すごいね。うお、足上がってる。上がってる。短いながらも、あ、失礼しました。あ、そんな。光線を打ってみたかったな。これね、俺の真似らしいんだよ。あ、そうなの。失礼人のやめてよ。では、ここからは千秋楽だけのサービスナンバーをお届けしちゃいましょう。はい。かわいい。でもひかりさんもかっこいいね。かっこいいね。綺麗。やばいな、俺頑張んないと。あー、すごい。話してますか。かすみすごいいい顔してるよな。ね、ひかりさん。あー、かっこいいね。かっこいいね。なぎさ。この星は暗いモノクロームだね。そう、何もないモノクロームだね。出られないモノクロームのよと静かな僕からみんなが出てきたとき、すごい本当に感動したんだよ。私も感動しちゃったよ。あの水色の星に向かえばどんな花も咲いてるという。知らない。本当に団結力の強い素晴らしい一族、はい、ブラックムーン一族ですね。出てきちゃいました。出てきちゃいました。富永さん出てきました。お、ママやばい。やっちゃい切られた。切られちゃった。これ袖中でもずっと歌ってたからね。そうなんだ。知らなかった。かつて地球の人類は創造主の意図に従い、数十年の命の長さを限りあるからこそと生き抜いたものを、それがどうだ。お客さんから拍手来てる。拍手来ちゃってる。すごいね。でもこの時には、それでセリフを、うん、覚えてたんだよね、この後のね。もう本当緊張して。もうウサギはね、覚える時に無言になるからダメなんだよ。でもかっこいい。うん、本当ブラックムーン一族は仲良かったね。
足上がってるし、すごいね。セクシーです。はい。白い月の支配に甘んじ、腐り切った地球はいらない、過去へ戻り歴史を塗り替えて30世紀を。この踊り踊ってみたかったんだよね。なんかあーかっこいいもんね。ね、かっこいい、うん、バッバッっていうのが多いから。そう、みんなで楽屋で真似してたんだよ、うん、そう。はい、来たよ。ネメシス。好き。いいよね。でもほんとみんな何しててもあ、ネメシスだ、今言ってた。あ、ある、ネメシスじゃない、あ、ネメシスなんだよね。もう3回転すごい。老いがあるから若さが愛しい、争いこそ心を。あ、後ろにアロンマダが、かわいいよね。台の上に登ってるからさ、いいんだけど、こういう時になるとちっちゃくて、わかんない。でも頑張って踊ってるね。頑張っていかないとね。はい、よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。始まったよ。始まった。モモファザール。はい。あ、若いだお。この踊りはさ、これでも毎回カッキーがね、始まる前にね、袖でやってた。そうそうそう。超楽しそう。超みんな笑顔だったんだね。最高だった。最高。俺も踊りたかったな。すごい、最初は難しかった。そう、俺これ本編でさ、これ始まる前にさ、うん、ちびうさと一緒に出ていっちゃうじゃん、うんうん、寂しいとかも。寂しい。あー出ていっちゃうのね。あ、俺行っちゃって綺麗。あ、そうだよね。こうやって見るのは初めてだよね。そうそう、初めてなんだよね。この時富永さんとモナさんで3人で楽屋で踊ってました、うん、あ、踊ってたんだ。踊ってます。はい。楽しいね。すごいよ、うん、羽すごい動くよね。そう、羽すっごい垂れちゃって。かっこいいね、外部、うん、内部もかわいいね、うん。サギ頑張ったよね。もう頑張っちゃったよ、本当に。でもやり始めたら終わるのがね、うん、早いね。早かったね。もう本当に本当早かったね。もう早かった。でもすごい楽しかったよ。楽しかったね、うん、いろんなことがあり、いろんなことがありね。でも最後は楽しくみんなで、うん、ね、できたから。出てきました。私はステージ数1万1回を目標に頑張ります。本日ありがとうございました。イエーイ。1万1回を目指して。お、お客さんも出てきました、うん、笑顔でね、みんな。
さん怖がってね、怖がってんね。ああ面白かったね。面白かった。でも次がね、うん、言葉があるんだよね。そう、この時すごい緊張してたよね。いやすごい、本当緊張しちゃってちょっと詰まったね。まあまあまあ、まあまあ、大丈夫大丈夫。今回の選手最初からかよ。49歳のステージを立つことになりました。セーラームーンファンの皆様とお会いできた数だけ私は、成長したと思います。こんな新人を支えてくださった、キャストの皆様、スタッフの皆様、そしてミュージカルセーラームーンのファンの皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございました。この夏最高の思い出となりました。ありがとう。ありがとうございます。落ちた恋は神秘の戦いね。あ、上がった。おい、光さん上げてます。俺この時光さんがこういう人だって初めて知った。あ、そうなの？トミーさんがなんか後ろでなんかやってる。みんなぶっ壊れまくって。今回僕たちの初登場となった夏公演、楽しんでいただけましたでしょうか。みんなの熱い思いで作り上げてきた作品をこうやって皆さんにご覧になっていただき、とても嬉しく思っています。本当にありがとうございました。皆様の熱い声援がある限りいつまでも頑張っていきますので、今後ともセーラームーン、そしてミュージカルセーラームーンを応援してくださいね。それではまたお会いしましょう。約束だよ。まったね。お疲れ様でした。いかがでしたか、この公演終わってみて。マリナさんから。今日が千秋楽だったんですけど、なんか終わったっていう感じがしなくて、まだまだ続くっていう感じで、千秋楽って感じはしませんでした。対して僕は初めは本当にどうなることかと思ったんですけど、いやちょっと感無量で、まだ本当に実感がない状態です。でもなんか嬉しいことは確かです。はい、心臓がバクバクして、できるのかなとか、セリフ忘れたらどうしようとか、そういうことばっかり考えてて緊張しまくりでした。初めてファンカン、サンシャインに立ったのはファン感謝イベントだったんで、それが初めての舞台だったんですけど、初っ端が自分の歌で始まるんで、もう心臓がもう飛び出るぐらいの勢いだったんですよ。で、
その後にウサギとね、うん、あれをあの You Are My Jewelry を歌った時に、最初はやっぱあの会った時に12歳だったから、どうなんだろうって思ったんですけど、やっぱこうなってみると、あ、いいやつに、面白いやつに出会えたなという感じで面白かったです。見に来てくれてどうもありがとうございました。40回をの舞台を終えた私は自分でも成長したと思っています。これから1万回を目指して頑張りますのでよろしくお願いします。僕は1万1回を1回ウサギより多く生きて一緒に1万回を目指して、もう目の前で泣いてる人がいるんでね、もらい泣きをいやー、そりゃ嬉しいよね。嬉しいです。このバカバカなバカップルな2人ですが、末永く、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。また会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。さらにおまけ、今回は特別にセーラームーンの CM を3本お届けしちゃうよ。大丈夫、カチューシャマイクがあるじゃない。セーラームーンになりきっちゃおう。ビデオもついてるカチューシャマイク。ムーンクリスタルポーンメイクアップ。ムーンプリンセスハレーション。セーラームーンクリスタルスタート、キューティームーンロッド。ミュージカル美少女戦士セーラームーン冬公演開催決定。新たなる年の幕開けはセーラームーンと過ごそう。みんな劇場